タチュネルです。今日3月17日なんですけど、あなたにとって今日はどんな日でしたか？いい日だったですか？まあ私のドラマチックな3月17日ドキュメントにしておきます。3月17日のタチュネルご覧ください。3月17日ダイヤ改正の前日ですけど、卒業式なんだね。桜ここは咲いてますね。満開にはまだちょっと早いですけどね。日本の旗で卒業式と、まあそこが中学校だったみたいなんですけど、卒業式終わって親御さんたちいろいろ懇談してるんですよね。でそこで私が聞いた言葉は何だと思います？結構面白いですよ。 4,5 人のいいおっちゃんおばちゃんが集まって水割りくださいって言ってました。水割りかそれちょっと違うだろうって思いますけど。じゃあこの図心行きによって新橋で怒られてきますから、はい、苦情を言われるっていうのが分かっていて行くのに電車乗るの辛いですよ。本当にもう苦情しか来ないからいい加減にしてって言われるんですよ。じゃあ電車乗って新橋まで行きます。あ、新橋着いちゃった。新橋じゃあ行ってきますんで怒られてきます。結構泣きたいですからね。泣きたいよ、新橋来ちゃっても新橋駅です。トリックアートのこのモニュメントももう最後になっちゃうかもしれないですね。うわ、なかなかあれでしょじゃあ怒られてきますんで、はーい。ほんと出たくない、カラス森口からほんと出たくないです。カラス森口から出たくない。いや行きたくねえな、ほんとに。まあ、怒られますから、これから怒られるんで、いい加減にしてって言われると思います。でも行ってきます。あ、でも新橋も今日あれだな、混んでるな。はい、トリスター見て元気もらって行ってきます。はい、新橋で1時間道し絞られてまいりました。あ、新橋でしょ。新橋なんですよ。あったかね。あ、きつかったな1時間。いい加減にしてって言われちゃいましたやっぱりいい加減にしてじゃないよって思いますけど、まあけれどもそれでも前に進むしかないですね。はい、じゃあもうあとは流し一日流しでいいと思うんで、おお、まだ2時ちょい過ぎなんで、上野駅のなんだ赤城が取れるかな、特急赤城が取れると思うんでちょっと行ってきます。あーきつかった。でも当たんないですけど、買わないともっと当たらない宝くじね、ここですから。有楽区で新橋のラッキーセンター、ここね。なかなか当たんないですよね。当たるといいですよね。じゃあ颯爽と怒られ絞られまくったんで、もうここから金曜日の午後なんで流して上野駅行こうと思います。はい、パチンコ台は今ルパン三世が熱いんですか？なんか押しまくってんな。あれはまあいいや、はい、爆誕してる場合じゃないですよ。本当にいい加減にしてって言われましたからね。本当に爆誕か。ただいいなぁ、警戒そう。気持ちは結構沈んでますからね。はい、鉄道客開業150周年ファイナルイベント新橋であるらしいですね。もう金曜の午後なんてサラリーマンの皆さんね、ざわついてますから。明日何しようとかね、何の馬券買おうとか、まあいろいろざわついてますわまあそういう問題じゃないか。あ、私はとりあえず上に行きます。まあこんな感じですよね。
うん、ようこそって、ようこそって怒られに来たようなもんですから、今日新橋に。一応こういう時間ですか。じゃあこれから行きますわ。上野に行きますよね。これもう流しの時間ですから。あ、流しちゃいけないんですよ本当は。トリックアートも角度変えてみるとちょっとあれですよね。本当はそこに立つんですよ。そうするとってやつでしょこれね。みんなさ、誰がさ、小学生とかちっちゃい子が進化しきるかって話ですよ。怖いでしょねえ。はい、じゃあ上野の方に向かいます。はい、カラスモリグッチとは違うな、こっちは違う違う。警備が厳重ですよ。こんなとこいつも警備なんかしないから。警備が厳重やね。有名なホテルですよここ。おー、泊まってらっしゃるんでしょうね多分ね。あー、もう分かっちゃうよ。警備が厳重なんですよここのなんちゃらホテル。あそこに見えるのが東京駅丸の内口、まあ、皆さんがよく東京駅っていう東京駅ですけど、それでね、京葉線のちょっと東京駅のホーム離れてるじゃないですか。まあ、離れてますけど、でも実際京葉線はここ離れたこの東京駅から入ると早いんですよ。なのでなんていうの、この後ろの道路の下に京葉線走ってる感じですからここになっちゃうんですよ。で、延々と乗り換え歩き続けて皆さんあそこに行く感じですよね。はいはい、そんな感じですよ。いつも走ってんですよ東京駅。いいとき来たね、東急バス。東急さん路線持ってるんで、まあ、飛ばすはね、まあ、普通やわね。こんなの撮っててどうなんだって話ですけど、東急さんが見えて嬉しい。本数少なめだったっけな。せっかく3月17日サウナで、ダイヤ改正前最後に東京駅天井撮っておきます。東京駅も明日から値上げ。東京駅も値上げっていうか、まあ全部値上げなんで。はい、ラストです。ラスト上野にどうやって行こうか迷っちゃいますよ。東京駅ですからね。上野東京ラインで行くか。あのおばちゃんたちと一緒に行こうかな45分の水戸駅で行こうかな。駅でも一発やりますか。いい加減にしてーって。あー、東京駅もめちゃ混んでます。混んでる。あーと結局水戸駅で行こうと思います。水戸駅で東京さいます。はい、暑いよね、暑いよね、切れてます。はい、上野駅に到着しました。上野ですよ。はい、これが電車が来る番線ですけど、電車が来るだいたい30分ぐらい前だと思いますけれども、なかなかこう盛況ですよ。もう今日までなんで、なかなかね、皆さん集まってます。改装って書いてあるのがそうなんですよ。で、あそこにちっちゃい子供の方、お子さんも最後のあれでしょ、さよなら言いに来たんでしょうねで、ホームの端もいつも誰もいませんけど、もう今日もちゃんといらっしゃいますので、もうね、皆さんの
期待の高さがね、これも変わっちゃうんじゃないですかね。特急日立と特急ときわの時刻表ですけど、まあ明日とかは変わりますわね。どうだろう、全部この8番線とかになっちゃうのかな。この今のホームがね、この16番線17番線ホームなんで、ほんとないんですよ。17番線の存在価値って何になっちゃいますんで、使ってほしいな。1日2本、常盤が1本、日立が1本、計2本、16、17番線からありますんで、それはなくなるのかな。なくならないでほしい。シール剥がされちゃいました。ここに7両の電車で、あっちに矢印があったんですけど、微妙に見えるでしょう。あの昔撮った映像があるんで、それとちょっと合成しておきますが、結構ねいいフォントで好きだったんですよ。ここ、このお手製好きですけどね。テープでこのお手製ね、まじまじ見る方少ないかもしれないですけど、結構面白いんですよ。こういうテープの造形とか面白いと思いますよ。どこでどういう風にね、こうやってしっかり見ることないと思うので、いやあってもちょっと困るんですけど、また暇人とか言われてしまいますが、こういう風にお手製で貼ってあるんですね。こういうフォントいいじゃないですか、個性が出て。これに近いフォントだったんですよこれに近いフォント、本当ですよ。上野はね、結構混んでますよ。上野公園めちゃ混んでるんじゃないかな、今日。まだ桜ちょっと早いと思うんですけどね。ただもう3時でこれですからね。15時でこんな感じです。こんな感じ。全然設置されてるんで。全然設置されてる？今日17日だろ？あと2日。あと2日か。あと2日か。チャレンジャー求めてね。あ、チャレンジャー。チャレンジャー、チャレンジャー。よっしゃ。
素晴らしいチャレンジャーの方でした。電車来ちゃうんで、あ、電車来ちゃうよ、もう今日めちゃくちゃあれだ、怒られたと心には染みますよ。あれね、なんかね、カバンを置くようななんかバッグがあるといいのにね、そういうのはないからね、JR さんね。あの駅ピアノ良かったね。あの今日めちゃくちゃ怒られまくりましたけど、いい加減にしてって私も言いたいですけど、けれども良かった。じゃあ電車来るんでこの階段を降りますわ。はい、今日は私はもう撮影自体はね済ましてあるのでしないです。もう見るだけです。見るだけ、椅子に座ってソーシャルディスタンス、椅子に座って見るだけです。来ます。まもなく16番線に当駅止まりの列車が参ります。皆さんいらっしゃいます。今日はいつもより明るいな、このホームいつももっと真っ暗ですからね。Your attention please. A train will soon arrive on track number 16. For your safety, please stand behind the yellow line. あの帰りはスワローを赤字にしないといけないんで、あの清掃しないといけないんですよ。最後なんて絶対分かってないよ。普通のお客さん、この電車が今日で最後なんて分かってないですから。こんな感じ、くず物入れとかあってね。まあ、あとはボロボロですよ。16番線、駐車中の列車は車庫へと参る回送列車です。お客様のご利用できませんのでご注意ください。これね、スワローサービス、車内に進みますとドアが閉まります。お近くのトイレにお入りください。パパッと終了です。お願いします。こんな感じですよ。で、これでスワロー赤城になるわけですよ。1時間ちょいぐらいしてからかな。もう皆さんも、皆さんすごいっしょ。これがなかなかいい装置なんですよ。あ、これで車庫入るんで、皆さん、取ると。いう感じでしょうね。あ、まあ車番はあれですかね。形の番号はこれ。清掃の方は乗せたまま車庫連れていく感じですか。結構すごいでしょ。人集まってらっしゃるでしょう。ね。集まってらっしゃるんですよ。はい、信号は開きました。ミュージックホーンが鳴りました。じゃあ出発してるです。出発すると思います。いつもミュージックホーンなんか鳴らしてくんないですよ、ね、今日はサービスです。サービス
ああ、危険なお客様がいらしたかもしれません。あとだ、あれがスワロー赤城になるんですよね。1時間ぐらいかな、したらなると思います。そのスワローはもう取れないんで、これで私は終了かな。ありがとうございました。いろいろお世話になりましたよ。ロックインジャパンか、ロックインジャパン行く時もまだ購入のやつ乗りましたね。はい、ありがとうございました。いろいろ乗りましたよ、あれは。茨城県方面に行くのに。はい。